ロビン・シモビッチは、スウェーデンスコーネ県、丸目出身のプロサッカー選手。ポジションはフォワード。シモビッチと表記されることもある。2013年、ヘルシンボリーフへ移籍。ヘンリ・クラーションの下でプレーしていた。2015年12月10日、名古屋グランパスへの完全移籍が発表された。登録名は、シモビッチ。 2016年2月27日の J1 開幕戦ジュビロ岩田戦で J リーグ初出場すると同試合での決勝点となる J リーグ初得点をマーク。シーズンを通して29試合出場11得点を挙げたもののチームは成績不振で J2 へ降格。2017年1月10日にチームに残留することを発表した。シーズン中18ゴールを挙げたが、 2017年12月26日に契約満了による対談が発表された。2018年、大宮アルディージャに完全遺跡で加入。登録名は、ロビン・シモビッチとなった。しかし大宮での2シーズンは、名古屋時代ほどのゴールは上げられず、53試合14ゴールを上げるに止まった。2019年12月25日契約満了により、大宮アルディージャを対談した。 2020年にス・リボルノカルチョへ加入したものの7月には退団し、翌8月にオッズ BK へ加入。背番号は22番。2021年2月16日、バールベリブアへの加入を発表し母国復帰。その他の公式戦。ありがとうございます。